気になるあの子の経験人数が分かる裏技。好きな女の子の経験人数って気になりますよね。気になりすぎて夜も眠れなかった人もいるかもしれません。今から言う方法を使えば 90% は判断することができます。経験人数ゼロの手持ちの友達にこの動画を送ってあげてください。それではスタート。結構当たる占いがあるんだけど、何歳くらいで結婚できるか知りたくない？と質問しましょう。そしたら次は12から9までで好きな数字を1つ思い浮かべて、で相手が4を思い浮かべたとします。2、その数字に9をかけてみて、 4×9 は36、3、出た答えの1桁目と2桁目を足してみて、3足す6は9、4、出た答えに3をかけてみて、 9×3=27、 5、出た答えにあなたのこれまでの男性経験人数を足してみて。質問はこれだけです。経験人数が5人なら32と答えるはずです。